はい、どうもこんにちは、室谷秀一です。今回のテーマはクラブを上げて下ろすです。皆さんですね、こうゴルフを、まあ、覚え始めの頃、もしくは覚えていく中のどっかのタイミングでこう腕をですね振る、まあ、腕を上げて下ろすだけとかで、ゴルフスイングは上げて下ろした腕にこう右に曲がった体があって、左に回る体があって、そこにこうついていくんだよみたいなイメージで覚えたことがある人もたくさんいると思うんですよね。でゴルフのスイングには振るっていうスキルとボールを打つっていうスキルがあると思うんですけども、その振るっていうスキルを、まあ、大まかなイメージとして覚えるには、まあ、今やったみたいな腕を上げて下ろす、まあ、体を右向いて左を向いてで全然 OK だと思うんですよね。ただ今回ですね、お話ししたいのはボールを打つ、捉える時のイメージとして、その上げて下ろすだけではちょっと違うんだよって話をですね、今回はしていきます。ではちょっと一回ボールを打っています。で最初に打つのは、先にお話ししたその腕を上げて下ろすだけ、なおかつその体を右回って左を回るだけみたいなイメージでちょっと一回ボールを打っています。まあ、腕を上げて下ろす、そこに体が右を向いて左を回る、これを組み合わせて打っています。上げて、次に、ボールをこう打つっていうイメージを加えた、まあ、同じようにこう上げて下ろすだとどんな感じにこうスイングがなるか、ちょっとまたボールを打っていますので見てください。でボールをですねこう打つイメージが入るとどうなるか、いかがでしょうか。違いが、分かったでしょうか。ではですね、2つのこうスイングのちょっと違いを腕の動きだけで、一旦説明していきます。最初にやったこうただの上げて下ろすのイメージだと、まあ、皆さんも想像しやすいと思うんですけど、まあ、こう構えた位置から、まあ、腕をこう上げて下ろすですね。上げて下ろす、そして2つ目に打ったスイング、ボールを打つイメージをそこに加えた腕の上げ下ろしをまた腕だけでやっていますけども、また同じですね、構えた位置からいきます。こういう感じですね。また構えた位置から投げて下ろす、投げて、こうやって見てもらうとだいぶ違いが分かると思います。ではですね、この今この位置っていうのはこうかなりですね、最初に構えた位置から、まあ、僕に対して、左側にこうたくさんこう来てると思うんですけども、なんでじゃあこんなに左側に来るかっていうと、これ実はですねこうインパクトの瞬間の形を作っています。なのでボールを打つっていうのは必ずこの当たる瞬間ですよね。インパクトがゴールに来てないとお話がこう食い違ってしまうわけですよね。なんで最初にやったこれだけだとこうインパクトのイメージがあまりこうつかないというか、ちょっとぼやけますよね。それに対して今やってたやつっていうのはバックスイングをしてインパクトに向かっていく。でこの形っていうのは、まあ、まだ実際ボールぶつかってないかもしれませんけども、まあ、インパクトのこう直前ぐらいの形に向かって、まあ、手元だったりこう体が実際こう回っていったり、まあ、した形、ここがその素振りでもですね必ずこうゴールに、合ってほしい。ではもう一回ですね、このインパクトの時の腕の位置、まあ、クラブの位置をイメージしながらまたちょっとこうボールをですね、何球か打っていきます。
はい、そこでですね、これがこうなんでこう大事かっていうと、さっきもちょっとお話ししましたけども、ゴルフのスイングって、まあ、振るスキルがあったり、こうボールをこう打つスキルがあったり、まあ、この2個を踏まえた上でコントロールするっていうのがこの順番になっていくんですよね。ただこうクラブの振り方、まあ、スイングをきれいにしようとか、そのきれいに振ってに振りたいとか、まあ、それを結構こう極めるのもいいんですけども、その最後やっぱりそのボールをコントロールしてスコアに結びつけていくなっていくと、このボールを打つっていうスキルは、まあ、切っても切れないわけなんで、まあ、この両輪がしっかりして初めてボールをコントロールしていけるになっていきます。なので要はそのこれがちゃんとしっかりしないと次になかなか進めないので、ゴルフ全体のこう上達にはこうなかなかつながらないわけですよね。なんで、まあ、綺麗に振るのもすごく大事なんだけども、ちゃんとこうボールをこう捉えることもですね、こう練習の中にしっかりと入れてください。では今回ですね、こう僕さっきこうボールを打ったスイング、まあ、結構早くてなかなかちょっともう見るのも分かんなかったと思うんで、まあ、ドリル的にちょっとゆっくりですね、まあ、こんな風にやってみるとイメージがつかみやすいよっていうのをですね、ちょっとやってみますんで、ぜひ参考にしてください。でクラブはですね、普段通りに構えます。で構えた位置から一回クラブなしでいきますけども、まずこう上げた時のボールはこんな感じですね。ポイントはこう両腕のこの肘がこう僕の体の幅からこう出ていないのが分かると思います。肩幅の中に収まってますよね。でもう一個のポイントはこの左手の甲がこう反る方向、こっちじゃなくてこっちですね、甲が張ってる感じ。そうするともちろん右は手首がこっちに回りますよね。これをこう組み合わせてやってみるとこういう感じです。ちょっと大げさにやってますけども、肘が体の幅の中に入っていて、左手の甲は甲側に張ってます。で、右の手の甲は外側に曲がってますよね。でこの位置から今度はインパクトへ向かっていきます。ポイントはですね、この曲がってる右肘がインパクトに向かってゆっくりこう伸びていきます。もう一回やってみます。この作った位置からインパクトへ向かって肘が伸びていく。ここまではですね、こうゆっくりと繰り返しやってもらうと、まず大まかなイメージがつかめると思うので、ボールを打つ前にぜひですね、やってみてください。ではですね、今の腕の動きをですね、実際こうボールに構えてみて、この後方のアングルからちょっと一緒に見てください。構えた位置からですね、さっきの腕の動きに体をつけるとこういった形になりやすいと思います。でよく見るですね、こうエラーというか、ちょっとこうなかなかスイングがコントロールしにくい例っていうのは、この肘がですね、僕のこの体の幅からこう外側に外れてますよね。でこれってまあよくそのいう、まあ、クラブがクロスになったりトップにこう結びついてしまいやすいです。それをですね、こう一回予防するためにも、まあ肘が自分の体の幅に入っていて、左手の甲はなんか上を向いてる感じですね。こう真横を向かないで上を向いてる感じです。でこの位置からインパクトに向かって右肘を伸ばしていきます。では一回軽く打っていきます。いかがだったでしょうか。この肘の位置ですね、なかなか自分ではこう分かりにくい部分もあると思うんで、たまにこう鏡で見たり、こう実際スイングを撮影してみたり、こういろんな工夫をしながらですね、ぜひチェックをしてみてください。次回はですね、この今の腕の動きを、まあ、左腕と右腕ちょっと両方分けてみて練習する方法みたいなのをお話ししていきます。楽しみにしていてください。